加藤清衛門1923年1月20日は、尾張国海府軍津島村出身の政治家。衆議院議員。安政4年、尾張国海府軍津島村に生まれた。父親は清衛門、母親は三津。陽名は国之助であり、成人後に父親の名を継いで、加藤清衛門と呼ばれるようになった。幼少時から国語や漢学に優れ、東京に出て、法学。 経済、財政などを学んだ。1879年には、津島村会議員に立候補して初当選した。1882年に、愛知県知事から津島村衛生委員を任された後、1883年に、海東西軍連合会議員となり、1884年に、愛知県会議員となった。1891年に、農美地震が起こった際には、 県会議員とししてて復興に尽力している1892年の第2回衆議院議員総選挙には愛知県第6区から立候補して補欠当選した。同年9月1日に愛知県第6区の当選者である加藤正和が辞職したことで加藤清右衛門が同年9月25日に衆議院議員となった。1894年3月の 第3回衆議院議員総選挙では自由党から出馬し、今度は選挙区で当選した。帝国議会議員時代には治水事業の推進、貸し税の廃止などを手掛けている。加藤は政界だけでなく実業界や教育界にも明るかった。1895年には名古屋三市免付取引所の理事長や微細鉄道株式会社の常務取締役に就任したほか、 1901年7月には愛知県知事によって会党軍立図書館の初代館長に就任している。その他には愛知県農会副会長として各種品評会や博覧会などで審査委員を務めている。1902年には多数の政治家が関与した収賄事件に巻き込まれた。1923年1月20日に病気のために死去。去年67。 ありがとうございます。